今日も始まりましたポッドキャスト用ゆうたです。さかいくんです。ということで今回は僕ら YouTube 始めて何年になりました？まだ半年ぐらいじゃないですか。5年ちょっと実はそうですね、1年半なんですよ YouTube 始めて。やばいっすか。そこで、はい、僕ちょっと考えたのが一回第1話をみんなで見て振り返ってみたいなっていう。一人で見た時第1話を、今とスタイルが全然ちゃうよ。喋り方もちゃうし、みんなめちゃくちゃ恥ずかしがってるし。今もですもんね。え、もう恥ずかしいですか今。なんでベル出したの。視聴者も見てない方も多いと思うんです第1話だから。これで初めて見る方も多くいるはずなんで、ちょっと恥ずかしいな。なんか一回見て突っ込むとこ突っ込んでいこう。はいはい、でははい、流していきたいと思います。はい、うわ今日も始まりました。ここで細さですか。みんな奈良です。サライガです。カクッと、これカクッと。最初に言ってるわ、チャンネル登録と。ここでユタです。もうバレテンション見て。今年21歳になります。21歳。コンベンションしてたな。部屋ちゃうっすよね。そう、部屋はちゃうわ。非公開です。こっからあなたはずっと非公開です。今まで謎のここでミスったんすよ。言っとけばよかったっすね。こんな編集してたな。なんかノリで非公開ですとか言っちゃって、なんか恥ずかしながら。あなたがすればないもん。ないもんな。ベルトしたということで恥ずかしい。これは雑いな。やってほしいと思います。ブラッキーカです。あまり恥ずかしいみたいな。これはルッキー7は自己紹介のです。最後で夜いきなり顔テカリすぎちゃう。俺反応するのか違う。検証してみてもちゃうやろ。恥ずかしい。恥ずかしながらもう。あ、でもこの音源は未だに使ってるな。うん、たまに。僕らもちょっと2秒で飲み切れる。音源がでかいっていう。そうやな、声が聞き取りづらい。これも国産茶色。見てね、こいつ。あなたでしょ。こういう印象やったな。行きます。ふざいてもいいです。いける白よ、ここ。ちょっとざっと底辺って感じやな。うん、実は、これは逆の雑っ。テンションいくらめっちゃ低い、めっちゃ低い。要はこんなんで YouTuber やろうと思ったら。いや、あなたもそうよ。全員やばいよ。飲んでるやつは、実はお茶です。お茶です。で、酒井くんが飲んでるのが今から一番やりたい。笑ってないね。めっちゃ嫌そうな顔でやってる。今から一番やりたい。どういうこと。でもまたいいリアクションなんですよ。素人にしよ。いやでもこれこの編集嫌やないかも。一回この通りやってみる。やってみる。もう一回同じように。長いよな。うん、長いですね。長いな。こっちの方が俺編集おもろい気がする。あ、マジですか。うん、これも視聴者に聞いてください。コメント欄で。酒井くん喋らなさすぎて。過去でしか対応してないよ。今もですけどね。今もですけど。え、今まだ喋るようになったね。え、これ何すか。じゃあ、何を飲んでんですか。ご飯、お茶じゃない。びっくり。これ何。ブラックミカルウイスキーや。やだ。寒いボタツは。やだ。何これ。終わり方やかんて。細かい字が。チャンネル登録お願いします。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。何やねん。いや、こんなん出せたな。チャンネル登録お願いします。ブラックニカブリスキーやん。これなんですか。一番最初のチャンネル登録の高評価よかったら押してください。誰が押すの。誰が押すの。まずやる気ない言い方。絶対ブラック黒歴史やわ。ブラック黒歴史、黒黒歴史になってます。大丈夫ですか。もしあれやったらさ、もう一回同じやつとあり。あー、ありありあり。パロディー。あ、ありありあり。誰が見。まあまあ、もしコメント欄で同じやつ見たいって、もうおらんと思うけど、うん、見たいって方書いてください。よろしくお願いします。ということで、はい、今回、第1話振り返ってみたんですけど、はい、予想以上にひどかったということです。ひどい。ということで、チャンネル登録と高評価、よかったらお願いします。いや、テンション低いな。あ